死ぬまでに一度は当てたい帯馬券競馬 V。 ああ寒っ。みんな寒ないですか。ほんまにめっちゃ寒い、めっちゃ寒い。お、動画始まってました。はい、競馬 V です。はいはいはい。ということでね、朝日杯フューチャーティーステークス2投目をね、いいの見っけてきたんで見ていこうかなと思ってます。今回ちょっとね、2投目見つけてきた馬が面白いかなと思ってまして、まあ前回ね、今のところ一番いいなと思ってる馬は いるんで、それは前回動画の方でまた見てもらったらどうかなと思っているんですけど、今回ねこの馬にしました。2投目にいいなと思ってる馬は、競馬 V が思ってる馬はこの馬。ポン、ちょいちょい、こっち、体制ビジョンですよ。体制ビジョン、なんでねこれ今回選んだかと言いますと、まあ今回乗り換えで、まあ武騎手になるんですけど、あの右回りに関しては1100と、馬券ゲンナ外してないっていうのを変わりまして、客室的に、追い込み勢になるんですけど、まあ、あの高速馬場も、この馬歓迎ということを、情報が出てまして、で最大のねこの馬の持ち味はスピードかなと思ってます。はい、で全3戦で最速の上がり時計を叩き出していまして、まあ瞬発力も兼ね備えてる馬かなと。はい、で前走のね、僕 KO 杯2歳ステークスもう一回レース見直したんですけど、あのメンバーダントツのアガリサンハロン、あの33秒5の末脚爆発で、東京芝 1400m レコード決着と、ここねレコードタイム出してるんでえぐいかなと、あの足すごい足やなと正直思いまして、で秘めてる能力はまだ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 あるなと、はい、思っております。で今回はまあ初のマイル戦になるんですけど、まあ正直あとの問題点としてはテンションと折り合いが僕はキーになるかなと思っております。はい、で正直騎手もね武豊、レジェンド武になるんで、その辺騎手のうまさとね折り合いさえつけば、あとはもうちょっと距離も気になってなるで、1200から1400とこう距離伸ばしてきて、あと距離大丈夫かなという問題があるんですけど、もうその辺も大丈夫かなと思っているんです。まあその理由としては先週のねレシス天使や、もう言いにくいね、前回の動画でも言いにくかったで感動だけど、レシス天使やがまあ、レコード勝ちしたみたいに、まあ、あの馬も同じように1400m から距離を延長させて挑んだレースだったんですけど、まあ、あの馬のように体制ビジョンも同じ形ということなんで、まあ、体制ビジョンも可能性は僕はあってもおかしくないと。であの馬も追い込みだったんで、まあ、似てるなと、はい、なんかサイン出てるなと、はい、その辺も思いまして、この馬その辺も、十分狙えるかなと思いました。はい、で今回ねそのもう一個気になってるその折り合いがつくかどうかっていう問題なんですけど、まあ、ちょっとここにパッと貼っときますけど、なんかあのハミを今回使うみたいなんですけど、その中でもハミの種類としてトライアビットという、まあ、金属製の道具、まあ、馬のね口の中にかますやつなんですけど、まあ、なんかオーストラリア発祥で、あの口の中に含ませる金属製の道具があるんですけど、まあ、それを、それをつけることによってリラックスして、まあ、走ることができて、まあ、騎手からあの指示が伝わりやすいと。でレース中の折り合い向上に効果が持てるということなんで、その辺も、まあ、この馬自体が結構行きたがる馬みたいなんで、その辺をね抑えれる道具で、
まあ一番この馬にとってはその道具を使うことによって、まあ、きちっと出るんではないかなと、はい、思っておりますんで、まあ、その新対策としても、そこまでの、対策してくるということはかなり、意気込んでるなと僕は思いまして、体制ビジョンは絶対これも狙っとかなあかんかなと思いました。はい、ですんで一応2投目的には僕はもう2番の評価この体制ビジョンに今のところしようかなと思っております。はい、でまだねちょっと時間もあるんで、もう見れば見るたびにみんないい馬に見えてくるんで、あで近々この有馬もねやばいぐらいのメンバー揃ってるんで、そこもね早めに予想もしたいんでね、はい、ここもきっちり、阪神ジュベナイル、あ、じゃあ朝日杯フューチャリティステークスもきっちり予想して当てていきたいと思っておりますんでね、はい、よろしくお願いします。ということで体制ビジョンの方は今回2投目として、お数馬にしますんで、もしよかったら参考にしてもらったらどうかなと思っております。はい、また次の動画まで、もしよかったらチャンネル登録とコメント、グッドボタン、まあ、低評価でもいいです。どちらか評価の方よろしくお願いいたします。ということで簡単ではございますが、また次の動画で会いましょう。ではまた、ブイブイ。チャンネル登録系はブイブイ。